Hello guys, welcome back to another episode of Dragon Ball Z Kakarot here today, and thank you for dropping by. We're now going to be continuing some more of Dragon Ball Z. So where we last left off, we were just taking on the Android 19 and 20, and we've just so far had Vegeta suddenly turn into a Super Saiyan. And if you guys are curious to watch that, I will put a link down below for you guys to watch. And if you can also please subscribe to the channel. With your support, hopefully we can grow this channel together. So, but without further ado, we've now opened up a new area on the map. So where we need to go, we have to continue to find Dr. Gero's lab. So let's continue on here. Oh, if I too far ahead, there we go. この近くだ! なんだ?海の親である、この鷲を。よく言うぜ。勝手に改造した分際で。もう一度言う。ここに迫っている孫悟空の仲間たちを倒せ。命令だ。命令だってさ、17号。 これですっきりしたな。ねえ、あれ何？よう、お前の動くところは初めて見るよ。ナンバーは？16号。16号か。なるほど。俺たちより前のタイプか。 16号だと? 16号なんて俺は知らないぞ。 So it looks like we've now finally get to introduce the three androids. We got 17, 18, and number 16 being the biggest guy. あいつらがドクターゲロの言っていた人造人間か。 Trunks, お前が言っていた人造人間はあいつらで間違いないか。 はい。ですが、あの16号は知らない。何？少なくとも俺の時代にはいなかった。あんなやつ。どうなってるんだ。ふん、どうなっていようと関係ない。俺にやられる人造人間が増えただけだ。 そういえば、ドクターゲロは? あいつなら死んだ。今さっきな。 え? さあ、行こう。行くって、どこに? ドクターゲロの言いなりになるのも尺だが、俺たち人造人間も とりあえず目標が欲しいからな。まずは孫悟空を殺しに行く。16号、お前ももともと孫悟空を殺すために作られたんだろ。そうだ。よし、なら決まりだ。 Okay, looks like the androids are leaving. あいつらどこへ? まさか、悟空地に行くつもりじゃ。だって、ドクターゲロの目的は悟空をやっつけることだろ。そんなことはどうでもいい。この俺を、このベジータ様を無視しやがって。
Alright, let's do it, Vegeta. Yeah, and the Super Saiyan power should be sufficient, I reckon. Alright, so Vegeta's Big Bang Attack, Super Attack is now available. Kakarot を殺すだと?ふざけやがって、この俺を無視したことを後悔させてやる。ザコどもだ。よう、まだこんなところでうろうろしてやがったとは意外だったぜ。貴様ら、これからどこへ行くつもりだったのか聞かせてもらいたいな。孫悟空のところよ。殺しにね。やはりそうか。だが、行くことはできんな。この俺が貴様らを片付けてしまうからだ。サイヤ人というのはどうも自信過剰だな。半端な奴ほどそのプライドのせいで早死にすることになる。人形のくせにガタガタ抜かしやがって。どいつからだ。ガキか、女か、デクノボーか、それとも三匹まとめて片付けてほしいか。そうだ、十六号。あんたの力が見てみたいし、やってみてよ。断る。俺の相手は孫悟空のみだ。つまんないわね。じゃあいいわ。私がやる。大丈夫ですか、ベジータさん。もう来やがったか。鬱陶しい奴らだ。Alright, let's see if Vegeta has the power to defeat these androids. これからベジータは18号と戦うんだ。邪魔はさせんぞ。なんだと。とはいえ、見てるだけってのもつまらないか。仕方ない。ってわけだからさ、こっちは1対1で思い切りやろうよ。ふん。言っておくが、俺は女だからといって手加減はせんぞ。Okay, let's see how strong these Android 18 is. Alright, so it looks like we're 6 levels above, so that looks like a positive. Alright, so far so good. 当たり前だ。Oh, she dodged that one. What the hell? Whoa, she's blocking everything. どこ見てんの?驚いたよ、ここまでやるとはね。孫悟空って男はもっと強いわけ?俺の方が上だ。なんだ、大したことないんだ。There we go, got her. どっちも。なんだと?行くよ!行くよ!行くよ!は?What the? She's... Whoa! Oh! There we go. Finish her off the Big Bang attack. So, I'll end it for you. Don't joke!思っても見なかったよ。あんたがここまで戦えるなんてさ。頭に来るぜ。ケロッとしてやがる。でも、もう限界みたいだね。そろそろ終わらせようかな。
Oh my goodness, Vegeta's got absolutely smashed. <笑>心配するな。ドイツもまだ生きている。早くセンズってやつを食わせてやるかな。 And these androids just finished them off so easily. さて、行くとしようか。ねえ、あいつらに孫悟空の居場所を聞かなくていいのか？心配ない。自分たちでじっくり探すところが面白いんじゃないか。ふーん、あんたってガキっぽいよ、17号。そうか？別にどうでもいいけど、後で町に寄ってよ。さっきので汚れちまったから、新しい服が欲しいんだよ。ま、いいだろう。待って、待ってくれ。なんだ、何か用か？お前たちの目的は、一体何なんだ？とりあえずは、孫悟空を倒すことだ。なぜだ？なぜ悟空を狙う？こいつはただのゲームなんだ。孫悟空は、この世で一番強いんだろ？人間では。そんなことはやめてくれ！って言っても無駄か。無駄だ。俺たちは、孫悟空を殺すために作られた。Sounds like Goku makes a lot of enemies during his lifetime. だそうだ。そんなことより、早く倒れている連中に先祖を食わせてやった方がいいぞ。死んでしまう。じゃあね。Ooh, a kiss from Android 18 to Krillin. Bye. I love how the models just look so good on the characters here. みんなを助けなきゃ。センズのことを知っていて見逃したとは、俺たちなぞ殺すまでもないということか。Alright, looks like the Zed team has now just come to realization that they cannot beat the androids here. よせ、おもんじゃない。放っておくんだ。やつはスーパーサイヤ人になり、絶対の自信とプライドを取り戻した。それがあそこまでやられてはショックが大きいだろう。フリーザさえやっつけたこのトランクスですら、手も足も出せなかった。はっきり言うぞ。孫がいくら強いと言っても絶対に勝てっこない。とにかく、お前たちはまず孫悟空の家に行って、奴をどこか別の場所に移すんだ。あれこれ考えるのはどちらにせよ、孫悟空の病気が治ってからだ。そうだな。で、ピッコロはどうするつもりなんだ？さあな。どうしたんだ、ピッコロのやつ。あっちの方角は。そうか。やっぱりあいつ、最後のとっておきの手段を使うつもりなんだ。なんだ？その最後の手段というのは。あっちの方角に何があるかわかるか？あっち？さあな。思い当たらんが、何があるというんだ。神様ん家だ。神様の？どういうことだ？俺は、ナメック星で最長老さんに聞かされたんだ。神様とピッコロは
二人にさえ分かれなければサイヤ人にだって負けはしないって。つまりピッコロは神様と元通り一人にナメック星人の戦士に戻りに行ったんだと思う。では神様はいなくなってドラゴンボールもなくなってしまうんじゃないのか。ああ、だけどピッコロか神様が殺されてしまえばどっちにしてもなくなっちまうんだ。それだけあいつが追い詰められるほどとんでもない敵だって感じたんだろう。Okay, so if Piccolo and Kami is going to merge here or fuse together, would that increase their level? That's what, how much stronger would they get as well? ベジータさんはどうするつもりなんでしょうか。もう隠す必要なんかないぜ。お前がブルマさんの抱いてた赤ん坊の成長した姿だってのはもうみんな分かってんだ。知らないのは父親のベジータだけさ。え？そうでしたか。すいません。別に謝ることないだろう。俺は一旦チャオズのところへ戻る。再び雲行きが怪しくなったら駆けつける。わかった。俺たちは悟空を連れて無天老師様のところへ行くよ。孫に伝えておいてくれ。無理するなと。ああ。無理するなか。本当だよな。今度ばっかり。人造人間はあそこまで桁違いのパワーじゃなかった。やっぱり時代そのものが変わっているのか。ほら、てっきりご飯ちゃんかと思っただよ。トランクス、この人は悟空の奥さんの父さんだ。あんれ、おめえは誰だ。初めて見る顔だべ。Okay, so this is first time Trunks is meeting Chi-Chi here. どうも。はじめまして。クリリン、無事だったか。よかった。心配したぞ。あ、ヤムチャさん。悟空は、あれからどうなりました？大丈夫だ。薬を飲んで、今眠っている。It's good to hear that Goku's taking the medicine, which is good.お前は未来から来た。そうか。お前が人造人間を倒してくれたんだな。いえ。詳しいことは後で話すけど、急いで無天老師様のところへ移動しないといけないんです。どういうことだ？新手の、もっと恐ろしい三人の人造人間がそのうちここへやってくるんです。そりゃ大変だ。よし、大体詰め込んだぞ。あとはご飯が戻ってくれば。帰ってきただ。あれ？どうしてみんなが。話すから、とにかく飛行機に乗ってくれ。Alright, looks like we need to quickly take Goku to Master Roshi's place to keep him safe from the androids.ところでさ、孫悟空がどこにいるか少しのヒントもないわけ？前にも言ったろ。それをじっくり探すところが面白いんだと。にしてもさ、ちょっと無計画すぎだよ。ねえ、16号、あんたはなんか知らないの？東の439地区の山村に孫悟空の家がある。なんだ、知ってんじゃん。物知りだな。ドクターゲロから聞いていたのか？そうだ。飛んでいけばほんの数分で着く。だよね。あんたいいこと言うよ。それをわざわざ地上を移動するなんて無駄だって。そう愚痴るなよ。その無駄が楽しいんじゃないか。
17号、あんたってほんとガキだね。もうすぐ無天老師様の島に着く。なあクリリン。はい。一応ブルマにも状況を伝えておいた方がいいんじゃないか。そうっすね。でも俺が連絡するんすか。やだな。お前のおっかさんきついんだよな、言うことが。未来でも変わってませんよ。あ、ブルマさん、クリリンっすけど。クリリン、何を無事だったわけ？そこに未来の私の息子のトランクスいない？え、あ、はい、ちょうどいますが、どうかしたんですか？それがさ、何日か前に西の方の田舎の人からうちの会社に問い合わせがあったらしいのよ。山に不思議な乗り物が捨ててあったみたいで、ボディにはカプセルコーポレーションって書いてあるって。それで写真撮って送ってもらったんだけど、うちがこれまで作ったどの商品にも当てはまらなくてさ。それでもしかしたらトランクスが何か知ってるんじゃないかって思ってね。コケとかついててえらく古い乗り物なんだけど、写真をファックスで送るからちょっと見てくれない？これは間違いない。これは俺の乗ってきたタイムマシンそのものだ。でも俺が乗ってきたタイムマシンはカプセルに戻して自分で持ってますよ。やっぱりこれタイムマシンなんだ。でも一体どういうことかしら。そのタイムマシンがある場所はわかりますか？詳しくはわからないけど、西の1050地区のどこかだと思うわ。行くの？はい、この目で見てみたいんです。じゃあ私も行くわ。現地で会いましょう。僕も一緒に探しますよ。行っていいですか？もちろん。どうもありがとうございます。ご飯ちゃん大丈夫ですよ。お母さん、危険なところへ行くわけじゃありませんから。Okay, guys, so it looks like we are now in control with Trunks and Gohan. Trunks-san! Hi. Okay, so let's head towards West City. Trunks-san のいた未来の世界はそんなひどい目に遭ってるんですか？はい。世界の人口はたったの数万人にまで減ってしまいました。そんなに。Okay, let's go to the world map. So, here you go, West City. Okay, so we're now here. Let's get going. So what do you guys think so far of the series? If you're enjoying the content, please smash that like button so far. Tell me any recommendation you guys have on the game. Feel free to tell me who's your favorite character in the series, and also whether or not, you know, I'm technically strong enough at this stage, or would you recommend I should level up a little bit more to continue the story? Feel free to leave a comment. Love to hear your feedback. And looks like we're arriving. わね、二人とも。これが例のタイムマシンですね。ええ、そうなの。
じゃあ俺のタイムマシンを出してみます。見てください、これが俺が乗ってきたタイムマシンです。確かに二つとも同じもののようですね。でもこっちのはここに来てずいぶん時間が経ってるみたいだけど。この穴、高熱で中から溶かして開けたような。中を調べてみます。これは、あ、なにこれ。わかりません。ですがこのタイムマシンの中に、これ何かの卵よね。一体何が。おかしいのはこの卵だけじゃないんです。え、中のパネルを調べてみたら、このタイムマシンがいつの時代から来たのか分かったんですが。何よ。当然あんたと同じ時代だったんでしょ。それが俺のいた時代の3年後の未来から来ていたんです。3年後。そしてこの時代にやってきたのは今から、この前俺が来た時より1年も前にこいつは来ていた。一体何が、何のためにやってきたんだ。俺の時代とこの時代の人造人間が違っていたのは、俺がこっちに来てしまったからだと。だから歴史が随分変わってしまったんだと思っていました。でももしかすると変わってしまったのはこいつのせいだったのでは。なんだろう、あれ。どうしたの。いえ、あれは何かなと思って。何よこれ。抜け殻ですよ、これ。ひえー、抜け殻。こんな大きな線。多分こいつがタイムマシンに残っていた卵の中身。ええ、それが成長して抜け殻から出た。しかし、どうやってこの時代へ。誰かが卵を送り込んだのか、何者かが卵と一緒に来たのか。ねえ、正直言って嫌な予感する？はい。だったら、早くこの場から消えた方が良さそうね。あんたたちはカメハウスにいるんだったわね。何かあったら連絡するから。わかりました。一体、何がどうなっているんだ。Okay, so it looks like we've got a further story progression. We've got Piccolo Android against Android 20 and Vegeta against Android 18, both in the S rank, which is good.Let's continue on to see further. Found the mystery hole. He was afraid of it. The hole was near the place where the hole was. The hole was near the place where the hole was. The hole was near the place where the hole was. The hole was near the place where the hole was.待ち受ける災いを避けるため、神は己の運命を受け入れ、覚悟を決めるのであった。私が神を捨て、戦士として役に立たねばならぬ日がやってきそうだ。
今の地球に必要なのは神ではない強者なのだ。同じ頃、人造人間との戦いの後、別行動をとっていたピッコロもまた覚悟を胸に神の神殿に到着しつつあった。未来からの刺客、その名は人造人間セル。What is this? So Kami's secret, Goku's journey to Kami's locker to revive Shenron, but he is unable to make it past Kami's attendant, Mr. Popo. Seeing Goku's determination to best Mr. Popo, Kami allows Goku to bypass that requirement and meet him. Goku is shocked when he first laid eyes on Kai, but he is the spitting image of Demon King Piccolo. Alright, let's go see what's happened here.神よ、俺が何のためにここに来たか分かっているだろうな。分かっているぞ、ピッコロよ。今この地球に起きようとしている災いに対して、私の名ばかりの神の力ではあまりに無力だ。ならば、この俺と一つに戻る覚悟はできているな。Okay, looks like they're going to be fusing together here, and let's see what, how much more stronger Piccolo will be. もちろんだ。だが、この私に迷いが残っているのもまた事実。なんだ、この後に及んで腰が引けたか。かもしれぬ。お前に私の迷いを消し去ることができるか。何？かつて未熟な私は邪心を抱いてしまった。横島な心を持ち、魔の道に落ちた者は魔族となる。我が半身がピッコロ大魔王となったように、もし融合した後にその過ちを繰り返せば人造人間以上の悪夢となろう。回りくどい。何を迷うことがある、さっさと言え。お前のその潔さも私の迷いを消し去る力の一つだ、ピッコロよ。では尋ねる。本当に今が一つになる時なのか、まだ慎重に様子を見るべきではないか。 No, I think this is the time. くだらん。 Come on. 何が立ち塞がろうとねじ伏せるまでだ。ほう。ではもう一つ尋ねよう。お前と私が融合する、それはドラゴンボールが失われるということ、本当に迷いは。そんなものに意味はない。このまま戦えば俺は奴らに倒され、貴様も消え、いずれにせよドラゴンボールは失われるだろう。奴らに、人造人間たちに勝つしか道はないんだ。そうか、確かにお前の言う通りだろう。私も覚悟を決めたぞ、ピッコロよ。私が神を捨て、戦士として役に立たねばならぬ日がやってきたようだ。そういうことだ。今この地球に必要なのは、スーパーパワーを手にした俺なんだ。わかった。この身をお前にやろう。神様。基本ベースはこの俺のままだ。いいな。それでいい。私はパワーアップのきっかけと広い知識を与えるだけだ。下界へ戻ったらジンジャータウンへ行け。
そこで化け物が今も暴れておる。詳しいことは話さずとも、融合すれば私の知っていることのすべてがわかるはずだ。わかった。いろいろ世話になったな、ミスターポポ。Okay, the fusion is now beginning here. さよなら、神様、死なないでください。もう神でもピッコロでもない。本当の名も忘れてしまった。ナメック星人だ。じゃあ、行ってくる。Alright, so Pico got additional 419,000 experience. So we are now equipped with Piccolo's true Namekian fusion transformation is now available to him. Ginger Town.Alright guys, I think this is where we're going to leave it off here. We've just had Piccolo and Kami fusion has been completed. And I just want to say thank you very much for watching so far to this end. If you guys enjoying it, please, like I said, hit the like button and do subscribe to the channel. With your support, you know, I can hopefully grow. This is something I am quite new to this. Any advice from you guys would be great.But hopefully we'll see you soon in the next video and stay tuned. But for now, take care.